1週間のご無沙汰でした。剛です。シンパイゴミよ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 。はい、ありがとうございます。担当のエミンさんにも剛さんキャラ変わったねと言われましたが少しテンションをこれからね上げていきたいと思いまして、こういう感じで、いきたいと思います。もう一回いきましょうかね。心配お心配ゴミよ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 。はいというわけで、剛です。七夕の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あ、いちさんどうも前でありがとうございます。同じ方かな、いつも見てくださってるんでしょうかね。ありがとうございます。はい、ただいまニコニコ生放送の方でコメントはいただきました。はい、7月7日七夕の日でございます。はい、ちょっとね残念ながら全国的にまあ曇り空なのかな、天の川がね、綺麗な天の川が見えればいいんでしょうけれども、はい、でね、七夕と言いますとね、私の、生まれた町にね天の川というのがありまして、はい、ですからね、七夕をに関係する神社さんがありましてね、織姫神社とか、あと彦星神社とかね、はい、そういうのがありまして、七夕というと結構地元では、まあまあ大きなお祭り事があったり したものです。はい、ちょっと今頃どうしてるのかなと思いますけどね。はい、まあ今日はね全国、まあ、七夕ということでね、街中ではいろいろな、はい、おっとはぐれた、イベントが、あるみたいですけれどもね、はい、着物じゃない、ね、浴衣のね、お出かけとかね、はい、浴衣が似合う季節になりました。はい、そんな中でもこの番組を見てくださってるあなた、本当にありがとうございます。サルルちゃん、本当にありがとうございます。はい、今晩もどうもよろしくお願いいたします。ちなみに、サルルちゃんのところでは、七夕っていう風習はあるのかな？多分ね、そちらではまた違うんでしょうね。うん。はい。まあ、少しずつまたいつもの、皆さん来ていただいているようでございます。はい。どうぞよろしくお願いいたします。本日も始まりました、剛のカルチャー話。今日は、実は、ちょっと満を持してのファッショントークでございます。はい。なので、私もちょっと今日は、スーツで、珍しくこんなスーツで決めておりますけれども、はい。これ結構ね、また後で言いますけれども、私すごく気に入ってる、大変気に入ってたスーツをものすごく久しぶりに、まあ、このお話のためにタンスから引っ張り出してきましてね。はい。でもやっぱり、ええもんはいつまで経ってもいいなというふうに、はい、思います。はい。で、今日のお話は、よいしょ。おこれか。ちょっとお待ちくださいね。今日のお話は、また聞こえにくいなど何だのあればよろしくお願いいたします。はい、今日は犬ことこと犬くん、犬ってことこと犬くんもスタンバっておりますのでね、はい、大丈夫かと思いますが落ち着いていきたいと思います。はい、おおおおて、はい、アジサイアジサイでオープニングでも、お送りしましたけれども、まだまだね、梅雨の季節が続いておりますね。はい、もう少ししたらね、もう多分気がついたらあっという間に夏模様なのかなと思いますが、今しばらくね、梅雨の雰囲気を、まあこの時ならではのね、楽しみ方があるかと思いますので、それを楽しみながら、でもそんなこと言ってもなんか台風が発生したということで、ちょっと今週はやばいかもしれませんね。はい、でもちょっと台風をやり過ごしたら多分もうあっという間に暑い夏がやってくるんじゃないかと思います。はい、そして、先週のことですけれども、初めてのお茶室からの中継というのをさせていただきました。ゲストに造語佳代子さんをお迎えしまして、お茶席管理員さんから
中継をいたしました。はい。先週、こちらの、時間帯でもね、再放送を流したんですけれども、ちょっとどうしても画質があまりにもよろしくなかったものですから、本日は総集編を作っております。総集編じゃないな。ダイジェストを作っておりますので、そちらでまた、もう一度、美味しいところ、いいところを見ていただこうかと思っております。それが一点ですね。はい。そして、本日のお話は、ファッショントークといたしまして、日本を代表するファッションブランドをいくつか取り上げたいと思っております。はい。ですね。大体、日本が、経済的に成長しだした頃から、ファッションというのもね、独自の、日本独自の文化として発展いたしました。でですね、やっぱり、ファッションの中心地といいますと、どうしてもパリというイメージが我々には大きいですけれども、はい、あちらにですね、なんだ日本人のデザイナー、ファッションデザイナーがデビューしていくというのが70年代から、90年代にかけてなんですけれども、その時に一世を風靡いたしました、コムデギャルソン、ヨウジヤマモトという、2つのブランドをエポックとして、今回は取り上げてみたいなと思っています。私も結構好きで影響を受けたブランドであります。はい。なんかね、すごくね、ご存知の方多いかもしれませんけれども、真っ黒なんですよね。はい。全身真っ黒の服っていうのが、今では珍しくありませんけれども、やっぱり当時は斬新でして、で、大変な、物議を醸したというふうに伺っております。はい。まだ私この頃はね、こういう洋服を着れるような年じゃなかったので、はい。後から、私のお兄さん方から聞いたような話になるんですけれどもね。はい。こういったお話と、そこからあと、現在に至る、ファッションの、日本における、ファッションの遍歴みたいなものを少し俯瞰できればなと思っております。はい。だいたい2000年代ですね。から、日本のポップカルチャー、つまり漫画とかアニメに、もう、すごく全世界的に注目され始めたということもあり、そこに結構日本のファッションもいち早く、反応していたらしくて、でそれで話題になっているブランドというのがありました。はい。あとね、裏腹なんて言葉もありましたけれども、原宿の方にね、あと日本のストリートファッションの中心地になりました。はい。そういった流れから、現在はどのようになっているか。現在は、あれですね、リアルクローズみたいなところを世界に売っていこうというような動きに、なっているようでございます。はい。そういったお話を今日は、ちょっとザザッとファッションのお話をしたいなと思っております。はい。星の林に月の船。琴で活躍する墨絵作家、私、つよしは、アーフィーちゃん。はい。いつもの番宣をさせていただきます。はい、星の林に月の船、剛のカルチャー話、毎週月曜日の8時からこの時間帯でやっております。今日も早速話が長くなりそうですので、1時間半、今からどうぞお付き合いください。はい、ご視聴はこちらのホームページ、そして皆様からの、メッセージを、今日も心待ちにしておりますので、ぜひぜひ絡んでやってください、ニコニコ生放送の皆さんはコメントで、そして、チャットの皆さんも、どしどしコメントお願いします。はい。タロルちゃん、七夕ですね。はい。そうです。日本のね、皆さんの七夕をきっと、タロルちゃん楽しんでくれてるのかなと思いますが。はい。そして、ツイッターでは、#dnaraでよろしくお願いします。一応全部、チェックしながら番組を進めていきたいと思いますので、ちょっと早速見てみましょう。大丈夫っぽいですね。はい、私剛は、琴で活動する墨絵作家です。墨を使ったアート表現で日本の古き良きことから新しきことを生み出していきます。その場の雰囲気を取り込み描く即興の墨絵ライブペインティングを各地で展開しています。既成の枠にとらわれない創作活動を目指しています。はい、だいぶスラスラと言えるようになりましたかね。というところで、早速ですけれども、前回の、
放送の、再放送といいますか、まあ、このような様子でしたというのを一度皆さんに、お見せしたいと思いますので少々お待ちくださいませ。放送自体はね、大変私も緊張いたしまして、はい、ただまあ中継がね初めてできましたものでね、私としてはまあまあ大成功ではあったんですけれども、はい、まあ、どのようなものだったかということを少し今からお伝えできればなと思います。で声かけ忘れてるんですけど、はい、お菓子も、あ、お菓子を、はい、はい、でもこれのサブカメラで撮った画像ですのでね、ちょっと本番とは画角が違います、はい、静けさがね、ちょっと軽い緊張感が私すごい魅力だなと思ったんです。はい、じゃあ頂戴いたします。右手で持ち上げて、左手の上に乗せていただきまして、はい、はい、で今、はい、自分に向いてる方が見どころって正面と呼ばれている場所になるんですね。はい、で日本人ってそういうところに口をつけないで、まあ、汚さないようにしようっていう気持ちの表れで、うん、こうトントンと時計回しに2回ぐらい回して正面を外して、はい、正面を外すために、はい、正面じゃないところに、はい、時計回りに2回回して、はい、時計回り時計回り、はい、緊張してたちょっとその広がったようなね、うん、形っていうのも夏のお茶碗としての特徴の一つなんです。はい、よくあるお茶碗も、まあ、使うんですけど、うん、はい、夏はその開いた状態のお茶碗を、うん、夏らしいお茶碗、夏茶碗として、夏茶碗、はい、はい、そうですね、はい、で逆に冬はちょっと口が狭くて、うん、背が高いと言いますか、筒状の、うん、はい、もので冷めにくいイメージ、うん、なるほど、でこれはちょっとなんか涼しげ、うん、涼しげな、はい、感じということで、そういうとこでも季節感が、はい、はい、表されてたりします。なるほど、はい、何が美味しいな、はい、本当に、うん、そう、美味しいって言っていただけるのが一番嬉しいですね。はい、主査をね、いろいろ言っていただけるのも嬉しいんですけど、うん、でもやっぱりお抹茶美味しく、はい、召し上がっていただけるのが一番、うん、はい、嬉しいですね。ね、お茶はね、今時飲むだけでしたらね、美味しいお茶は他の出せばいくらでも手に入りますけど、はい、なんかこうそうじゃなくて、こうなんか時間をかけてお茶を飲むっていうのも、はい、なんかね、私に何回か、ね、こちらで体験させてすごく思ったんですけどね、はい、これ以来ね、ご飯食べるとき、はい、ゆっくり味わって食べるようになりました。それはすごく嬉しいです。食べる姿勢みたいなのも、はい、結構大事なのかなとちょっと思いました。はい、私のどこだったかで、うん、美味しいものを食べるっていうのもあるんですけど、うん、美味しく食べる、そうですよね、はい、そういうことですよね、はい、はい、ということです。って知ってるのが、はい、北斗七星なんです。なるほど、北斗七星が、はい、なるほど、で多分こっちが正面ですね。確かに、はい、で北斗七星で、うん、
で、この中を開けると、なんか星ですね、星で、うんうんうん、はい、中がお日様、太陽、あ、お日様、はい、あ、金箔で、はい、ここの、はい、こちらに月が、はい、あ、これが月、この中にもあるんですけど、三日月が、うん、三日月が、で、3つの光で、はい、三光、三光、あの3つの光で参考ですね、うんうんうん、のなって、まあ、いろいろな要素が入ってこういうデザイン、ね、星のデザインっていうのも決して珍しくはないですね、はい、はいはい、星と太陽と、星と太陽と月と、はい、清さんの月ですね、どうもありがとうございますあ、それで良いと思います、あと、ね、はい、7月に入ったら七夕とかもあるので、うん、ちょっと星をイメージしてると、はい、清さんね、月の月が入っているの で、はい、ちょっと月のついてるものを、はいはい、パッと見てみなんですけど、はい、そうなんです、はい、思いました、あの、はい、やっぱ ここが亭主の心配だった、はい、そうですよね、はい、ね、見たら、はい、あ、好きだって私思いました、はい、思いましたんで ね、はいはい、やっぱりちょっと楽しいです、パッ最初は見えない、うん、奈良東海っていう、奈良東海、はい、まあ、奈良の暗さを利用してすごく幻想的な、はい、ろうそくがたくさんこうと思ってすごく幻想的なイベントなんですけど、はい、その期間中の6日の水曜日と10日の日曜日に、はい、あの浴衣で楽しむお茶席&奈良東海っていうことで、はい、あの管理員でお茶このお茶席を楽しんでいただいた後、はい、一緒に奈良東海に行きませんかっていうイベントをさせていただきます、はい、あの皆さんと一緒に楽しめることをいろいろやっていきたいなと思ってます、はい、その他あの、ね、実際じゃあ、あの、はい、管理員さんに行ってみたいという方は、はい、詳しくはホームページの方、そうですね、はい、ホームページにいつやってますっていうことを書いてますので、そちらのいつがやってるかっていう、ね、情報が出てますので、そちらからぜひお申し込みください、はい、よろしくお願いします、はい、では、いろいろありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はいはい、はい、ありがとうございましたね、まさに今日は七夕なので、はい、夏目をあの夏目のね、あの上に北斗七星が書かれていたんですけれどもね、まあ、夏目というのはその茶道具なんですけれどもね、はい、まあね、ほんまにね、素敵な心配りだなと、はい、改めて思いましたね、まあ、ほんまにちょっとしたことなんですけどね、はい、まあ、お茶席っていうのはおもてなしの場なんですよ。で、まあ、そういう型通りのね、型通りといいますか、まあ、決められた所作でおもてなしをしてくださるんですけれども、まあ、それ以外のところで、まあ、ちょっとした、ああいった、心配りが、まあ、気づくか気づかないかぐらいの、気づくか気づかないかぐらいのさりげなさっていうのがいいですね、またね。まあ、あれは今回多分わかりやすく、説明してくださったんですけどね、私鈍いんで、特に女性からのさりげない際に気づかなくてスルーしたことがたくさんありますんで、そんな古い、話もいいんですけども、まあ、例えばね、これからの季節で七夕なので、こう、まあそういう星であるとかね、あと私、つよしという名前を名乗ってまして、結構月に関しては、いろいろ、敏感になりましたので、やっぱ夏目を見たときに、あ、月だと思いまして、まあそういうことですよね。はい。茶入れをね、お持ちだったのか、それとも、わざわざ手配して、あれを、用意してくださったのかは、はい。わかりませんけれども、まあ、まさに、そういうふうにして、一手間、二手間かけて、さりげない、喜ばしてくれるような気持ちをね、伝えていただいて、っていうのがなんかで、本当に茶席という、お茶席というのの本質なんじゃないのかなと、私は感じました。はい。あれでね、パッと場が和んで、それで一座建立っていうんですかね、亭主と、まあ、そちらにいた人たちで、こう、すごい和気あいあいとした空間が、ひとときを過ごすっていうようなことなのかなと思いました。はい。まあ私もまだまだ本当に体験をさせていただいただけですのでね。はい。あまり偉そうなことは言えませんけれども、はい。偉そうで、まあね、分かったようなことは言えませんけれども、はい。まあこれから、いろいろとまた勉強させていただこうと思っております。はい。造語佳代子さんどうもありがとうございました。
先ほどの告知でもね、ありましたように、奈良の東海というのがね、8月の、お盆前後かな。それぐらいになりますので、またね、お茶席体験をしてみたいという方、ね、奈良に、奈良の東海に行ってみたいという方ね、ぜひこの機会にお考え、考えてみてはいかがでしょうか。はい。そんなところで今日は、再放送といいますか、改めてお知らせいたしました。はい。後ろの絵ですか？ちょっとブラブラしないように固定してあるんですが、ポロッと外れますね。はい。だいぶはい、見に来てくださる方も少しずつ増えてきておりますね。はい。サルルちゃん、後ろは何の花？わかり、映りにくいかもしれませんけれどもね。今日はね、お花ではなくて、これはね、日本の、山です。マウント富士でございます。はい。ちょっとフランスのお話をするんで、ちょっとこんな、フランスの話かな。はい。フランスの日本のお話をするんで、まあ今日はこんな感じがいいかなと思って、持ってまいりました。はい。おっと。結構、リバーブが入ってたみたいですね。シッパー、ゴー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 。はい。ありがとうございます。BGM は西川さんの曲にしたらいい。ああ、いいね。お願いしたいですね、サルちゃん。はい。でもね、なかなかね、プロで活躍されてる方の曲を使うのはね、ちょっと難しいんですよ。はい。なので、YouTube のね、主に BGM を使わせてもらっております。はい。ということで、じゃあ今日の本題の方に早速入っていきましょうかね。はい。今日は、ファッションのお話をするんですけれども、参考にしておりますのが、こちらのね、こういう展示があったんです。はい。いけるかな？セルフで。うん。どうもね、画面があまり美しくなくて申し訳ないんですけども、多分いけると思います。映ってますよね。はい。こういうフューチャービューティーという、展示が、多分、いろんな各地で行われていたと思うんですけれども、私、この春ぐらいに、京都の、どこだ？国立近代美術館でね、行われていたこちらの展示を見に行きまして、はい。で、これは、そういった80年代から主に、最近、現代に至るまでの日本のファッションの流れを、まあ、美術的な目からね、総括したような、はい、展覧会となっておりました。ちなみにね、この表紙、ちょっと、ね、画像が綺麗に配信されているかどうかが、ちょっと今回申し訳ないんですけど、この表紙でね、映ってる絵は、例のあれですわ、なんだっけ、アンダーカバーですね。アンダーカバーさんの、で、これ展示物あったんですけどもね、一見赤の華やかなドレスなんですけれども、これよくよく見たら全部ね、ドクロなんですね。スカルデザインになっておりまして、ドクロが、わさーっと集まって、こういうワンピースになってるという、なんか結構毒のあるデザインにございました。はい。ですので、今日はね、こちらの方からお話をしたいと思っておりまして、まだあります。はい、図録も変えましてね、こういうかっこいい、ファッション系の図録はかなりかっこいいんですけどね、もともと、いけるかな。どういったものかと言いますと、図録でざざっと見せますとね、まあ、こういう感じで、本当に過去のコレクションで出された名作を見ることができまして、これはすごくね、良かったですね。普段なかなかこういうのは、まず見れないんでね。しかも、コムデ・ギャルソンが80年代にフランス、パリのパリコレで、パリコレでね、発表した、幻の作品なんですね。こんな感じで、はい。はい。で、実物を私拝見しまして、まあ、大変美しかったです。特にね、コムデ・ギャルソンの、はい、服がね、もうあまりにも美しすぎて、ちょっと泣きそうになりました。はい、多分ね、着るのと見るのと違うんだろうなと思うんですけれどもね。はい。私はどちらかというと、幼児山本の方が好きだったんで、ワイズがね。はい。あちらはね、着てて嬉しいんですけど、コメデ・ギャルソンは、なんか、非常になんというか、ほんまに黒い彫刻という感じでしたね、あれは。まあ、不思議なものでございます。
まあ、実際に来た人を見るよりもひょっとしたらあのマネキンで見た方がよりあの美しさが分かったのかなというような気がせんでもないですけどもね、はい、はい、本当にね服というかね黒い彫刻ですね、はい、今日はその魅力をちょっと皆さんにお伝えしたいかなと思いまして、その話が中心になりますけれども、前半は、はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、はい、あ、サルルちゃん、紹介できる。あ、サルちゃん、メッセージありがとうございます。本当に、もしね使わせていただけた、私もね西川さんのあの泣きのギターは最高だなと思います。ますますね、はい、思いました。軽音のね、何でしたっけ、挿入歌かなになっている、ゴッドノーズでしたっけ、あれのギターを聴いたときに、あ、これ西川さんかなと思ったら本当にそうでしたけどね。やっぱりこう個性というか、ね、感情が伝わってくるギタープレイだなと思っております。はい、青梅八幡出身の西川進さんですね。はい、私もなんかサルちゃんのおかげでだいぶファンにさせられておりますが、はい、パンフのデザインもいいね。はい、そうですね。やっぱファッション系の美術館で出すような、図録ですのでね。で、あれ一種類だけじゃなくてね、まあ何種類かありました。多分京都だけじゃなくて、まあ、海外とか、あと日本の美術館いくつか回ってると思いますんでね。その都度なんか個性的なパンフレットができていたようです。はい。で、今日のお題、マイクを2本使っておりますので、その都度チェックしております。はい。で、今日のお題といいますのは、はい、本当にこれでございますが、まあ、イメージですね。まあ、私がなんとかイメージで書いてみたんですけれどもね、なんかね、ファッションモデルというか、ほぼ、なんでしょうね、尼さんといいますかね、お坊さんのような、はい、英語で言うとなんだ、文句とかですかね、はい、ああいう神秘的な雰囲気が漂うような、はい、イメージでしたね。まあ、これは服を着ていた、マヌカンのイメージなんですけれども、はい。ですね。で、先ほどから申し上げているコムデギャルソンと言いますのは、まあ、日本を、おそらく、日本のファッションブランドとしては代表的な代表格じゃないかなと、私が思う、はい、川久保玲さんというデザイナーさんが、作られている、まあ、一大ブランドでございまして、まあ、1980年代に、パリコレにデビューしまして、で、その時に、あまりにも、斬新なデザインが賛否両論を巻き起こして、特にフランスでね、大きな反響を呼んだという、黒の衝撃と呼ばれたそうです。はい。でね、黒っていうのは私も墨絵作家としてやっておりますので、大変興味深いところですので、この話いつかしたいと思っていたんですけれども、はい。で、大体ですね、日本のファッションっていうのを今日はざざっと、追いかけてみようかなというお話から始めたいと思うんですけれどもね、まあそもそも日本人って着物を着てたわけですよ。で、着物も、まあ、いつかね、いつかというか着物の話もぜひぜひしていきたいと思ってるんですが、だいたい、昭和初期ぐらいまではね、やっぱり一般着は着物だったそう で、今ほどね、着付けをして結構、きちっと着て着るっていうような着物だけではなくて、本当に一般の人が普通に気軽に着ていたんだそうです。昔はね、だから今とちょっとまた着物事情が、違ってたんだと思うんですけどね。やっぱり明治大正は、まあ、やっぱり普段着の着物があって、で、洋服っていうのは、やっぱりちょっと憧れのものという。で、まあ、既製服というのがね、まだ昭和初期ぐらいにはなかったそうですので、はい、型紙とかを見てね、普通にお母さんが、子供の服とか作ってたようです。はい、僕もね、まだ子供の頃、その頃、ちょっと被ってたんでね、お袋さんが、あんなり、
作ったりした服を着てた、着てました。今ではちょっとね、考えにくいですけれども、昔は本当に、いわゆる既製服っていうのがね、一般の洋服が街に売られてなかったもんですからね、まだそんな時代があったんですね。つい最近のことなんですよ。はい。そういうこともありまして、まあ、洋服屋さんっていうのがね、例えば、まあ、オーダーメイドみたいな形で街で、何軒かあるというような、はい。ようなのが、最初の頃だったそうです。それがね、昭和の初めですよね。はい。まあ、戦後すぐとかの頃で、で、ちょっと前にね、朝ドラで、朝の NHK ドラマで、カーネーションっていうのをやっておりましたよね。私、ちょうどあの頃に、朝ドラを見ておりましてね。というか、ファッションの話だったね、興味深かったんですけど、見てたら、大変面白かったです。あれは、大阪の、どこだ、岸和田にあります、岸和田出身の、越野三姉妹っていうね、ファッションデザイナー姉妹さんがいますけれども、結構日本のファッションの先駆け的な位置にいらっしゃいますね。越野純子、越野弘子さん、越野純子さん、越野美智子さんという、あの三人の育てたお母さんが主人公のお話で、はい、で、尾道さんが、お母さんの何やったかな、ちょっと名前では今出てきませんけれども、ね、講演されてましてね、まあ、すごい、大阪弁バリバリのいかついお母ちゃんやってはりましたけども、あれは面白かったです、すごくね。でね、あれを見てると、大体昔の洋服事情というのがよくわかりました。はい。あそこからもね、もともと、実家が呉服屋だったところを、越野さんのお母さんの代で洋服屋に帰ってと。で、まあ、確かね、大阪で流行の服とかをこう、次々と若い時デザインして、ヒットを飛ばしたみたいな、最初お話から始まり、で、娘三人がそれぞれお母ちゃんに追いつけ追い越すじゃないですけれども、なんかこう、ファッションデザイナーとしてこう成長していくというような。で、大体その、いわゆるその戦後世代の、越野さん兄弟の人たちが、パリとかにデビューしていくわけですね。まあ、美智子さんはロンドンですけどね。美智子ロンドンで。はい。懐かしいですね。はい。まあ、海外にどんどん巣立っていっていくのが、だいたい70年代にかけてということで。はい。で、日本も、どんどん、いわゆる、高度成長期というのに入りまして、経済的にどんどん、こう、国が豊かになっていくと。ヒンディさん大丈夫です。これは、うちの BGM でございます。はい。ということで、当時、日本から、パリに進出した、有名人デザイナーと言いますとね、まず花江森さん、それから一世三宅、高田健三、あと山本寛斎さんね、そういった、はい、皆さんも名前だけは聞いたことあるんじゃないですかね。はい。私もね、なかなか名前ぐらいしか存じ上げないんですけど、まあ、大変有名ですね、彼らは。はい。で、そういったことでね、だんだん日本人でも、まあ、最初はどうしてもね、海外のファッションを輸入してそのまんまやっていたんじゃないかと思われるんですけれども、まあ当然そうですよね、最初は。はい。でもそこからだんだん日本人の、独自の洋服作りというのが行われるようになりまして、ちょっとお待ちくださいね。ちょっと前、パソコンが落ちちゃったので。よいしょ。うん。はい。ということがありまして、で、彼らに、そういう世代に続く、感じで、1980年代に、パリデビュー、しましたのが、川久保玲さんのコムデギャルソンで、時を同じくして、山本洋次さんの洋次山本という二つのブランドがですね、大変黒くて過激だったという、はい、ことがありまして、洋次山本さんはね、僕大好きなんですよ。なんかね、すごくね、ロマンチックで、なんて言うんですかね、女性がすごく色っぽいんですね。はい。不思議なんですよね、このブランドもね。だから二つとも、服のイメージは黒で、アバンギャルドだから、同じかなと思ってるので、やっぱり個性がありますね。はい。で、ですね。で、彼らが、なぜ、パリで大きな反響を呼び起こしたかと言いますと、その今までの、西洋の、西洋の、まあ、フランスの、まあ、今まである服のデザインを明らかに、違っていたアプローチがね、というところで、
これはやばいというふうに捉えられたそうです。はい。で、大体の海外のと言いますか、まあ、基本的には女性が美しく、女性が美しく見えるようにデザインされてるじゃないですか、服っていうのは。まあ、当然ちゃ当然なんですけどもね。はい。着てて嬉しくなるようなね。で、女性ですとやっぱり体のラインを美しく見せたいというような、気持ちがありますので、またそういったものに寄り添う服作りというのが、まあまあ、ごくごく当たり前として前提だったんですけどもね。おっとっとっと。お。あ、これだ。タイトルを出し忘れてました。はい。はい。なんだ。そういうことなんです。もうそこから大きく逸脱しているということですね。体の線を無視すると言いますか。まあ、その、ノンセクシャルと言いますかね。特にこれ、コムデ・ギャルソンで顕著なんですけれども、その、こう、なんて言いますかね。まあ、こういう感じです。ちょっとイメージが今回はいろいろと用意してるんですけども。なんかね、ボロ布のようだとか言われたそうですよ。こう、女性のラインが見えないというか、はい。で、ま、全部真っ黒なんですね。で、真っ黒で、結構、継ぎはぎだらけで、で、例えばセーターなんかでも穴が開いてたりとかしてたそうで、で、そこが西洋人、フランスにとっては、パリコレにとってはなんかかなり衝撃だったようで、はい。これは我々の服、西洋の服の冒涜だみたいな風に、なんか結構言われたりしたんだそうですが、一方では、フランス、まあ、フランスの当時のね、ジャーナリストたちが、結構、すごく騒いだそうで、こんな服はダメだとか、ね、ボロルックだみたいなことを言われたりしてたんですが、いや、これは新しい提案だとね、新しい女性の生き方だっていうような、はい、賛成派と否定派で分かれて、で、フランスのそういうファッションジャーナリストは、真っ二つに、分かれて、あれはどうだ、これはどうだというふうに、言い争ったそうです。はい、すごいですよね。で、右はね、なんかの、のみの、ミノムシみたいになっておりますけれどもね、でも実際ほんまこんな迫力のあるものでした。でもこれもね、綺麗だったんですよ。なんかね、説明によりますと、まあ、レイヤー構造になってるわけですね、布が。ですので、影が落ちると。で、奥の方はね、まあ、真っ白なんですけれども、穴が開いておりまして、で、穴がこう影を作るわけですよ。で、その影の具合がね、動くとこう多分、いろいろ光の具合で、こう、いろんな風情を醸し出すんじゃないのかなというふうに、ことなんですが、はい。でもそんな服を作った人はなんか今までなかったそうで、で、海外ではまあ、スイスチーズっていう穴開きのセーターだなんて言われたそうですが、はい。で、で、こういったね、服は、日本でもね、後に、先にパリで、そういう風に話題になってから、まあ、日本にも、なんかすごいぞっていうことで入ってきて、まあ、日本でも一大ブームを巻き起こしたそうで、いわゆるね、デザイナーズブランドものっていうもののブームが80年代にはあるんですけれども、はい、その筆頭格になったんでしょうね。カラス族という言葉が、あるんですけどもね、はい、私なんかちょっと、よりもずっと前の世代の方なんですけれども、まあ、コムデ・ギャルソンとヨージ・ヤマモトさんが、ヨージ・ヤマモトが真っ黒だったんでね、作る衣装がすべて、まあ、真っ黒だけじゃないんですけど、真っ黒か白かっていうような、きなりかっていうような、はい、ものだったので、まあ、その愛好家っていうのは、まあ、そのファッションに、というか、そのブランドに、ね、ドハマりした人たちがね、常に黒い格好をして、まあ、ハウスマヌカンなんて名前、なんか歌も、歌じゃないな、その言葉も入りましたけれども、みんな黒い格好をしてた、原宿あたりを割烹してたもんですから、あれはカラス族だみたいな、ふうなことを言われてて、それがまあ、なんだ、ね、流行語にもなったりしてたようです。あとね、ボロルックっていう、まあ、古事記の着るような服だみたいなね、フランスでは散々言われてたようですけれども、はい、でもね、それだけ物議を醸されてるのは、よっぽどすごいパワーがあったんだなと思うわけです。僕はなんかそういうところに、なんかね、心惹かれますね。はい。でね、もう一つ思ったのが、そういう、まあ彼らがデザイナーとしてもすごかったんですけれども、まあクリエイターとして大変
激しくすごかったんでしょうけども、それを受け入れたフランスというところがまたすごいなと私なんか思いました。はい、なんかこうね、海外から来たものがね、日本うちの文化とは全然違うものを持ち込んできて、そしたら普通はね、無視すればいいじゃないですか。スルーしたらね、もう受け入れられませんというふうに、はい、すればいいんですけれども、あえてそこをですね、大騒ぎすると、これは我々への冒涜だみたいな風に、言うってことはそれは受け入れようということですから、無視をしないで受け入れたということは、そんだけフランスの人たちっていうのは、ファッションとか文化が大好きなんだなというふうに思うわけです。はい、つまり貪欲なんですね。海外から来たもんであろうと、我々の世界ね、大好きなファッションの世界を新たに更新させるような力のある人は受け入れますということだと思うんです。はい、それってフランスでやっぱどんだけ奥が深いんだっていうふうにね、どんだけ貪欲なんだっていうような、はい、そのオタク魂と言いますかねファッションオタクですよね、いわゆる。はい、なんかそういうところにちょっと感動を覚えまして、なんかね、一気に私フランス大好きになっちゃいました。はい、まあそんな感じでね。はい、でこれ私のイメージ画なんですけれども、まあまあまあこんな感じです。結構オーバーサイズなんですよね。だから布の量が半端なく多くて、で80年代ってね、どちらかというとボディーコンシャスだったんですね、流れで。まあオーバーサイズの流行もあったような気がするんですけどもね、まあ両極端ですね。その2つが僕のイメージでは、僕のお姉さん、お兄さん、お姉さん世代なんでね、なんか彼らはそういうオーバーサイズをバカってきてたか、そういう逆にボディーコンシャスって言いまして、体の線がピタッと出るような服を着てました。はい、でコムデギャルソンは、オーバーサイズで、オーバーサイズというのは要するにブカブカの服をバサッと着て、でそのなんて、そのなんかたわみみたいなのを、陰影が作る美しさみたいなね、はい、そういった服のイメージであります。はい、で先ほどのね、美術館の展示ではね、あれは、日本人独特の、美意識といいますか、陰影雷さんというのが、谷崎潤一郎さんの陰影雷さんというね、確か、有名な、本がありまして、なんであれは何ですか、文化論ですかね。私高校の時の国語の教科書とかで、ね、もう読んだ気がするんですけどもね、日本はその暗さとかね、影に対する、暗いものに対するこう、何でしょう、暗いものを美しいとするような、何かね、美意識を持っているというような、お話だったように思います。私もちょっとこれも勉強してみたいなと思うんですけれどもね。はい、あと黒一色っていうところはね、私はすごくね、当時から心惹かれてたんですよ。で、なんて言うんですかね、色をわざわざ封じてるわけですね。まあ黒もしくは白みたいな。で当時は当然のことながら、ファッションって言いますと色とりどりでいろんなカラーを使うのが、まあ今も昔も一緒な、当然一緒なんですけども、その中であえて色を封じて、黒だけにしたっていうのは、まあそれは多分ある意味戦略でもあったんでしょうけれどもね。まあでもちょっとあれですよね、前回利休さんのことを取り上げましたけれども、千利休さんも、なんだ、ね、茶碗を黒で、黒こそが至高の色だみたいな感じで打ち出されましたよね。ああいうわびさびの美学というのもちょっと相通じるものかなと思っておりまして、でこれはまああえて戦略的にこういうことを打ち出していったんだろうというふうには思うんですけどもね。でもそれをこう徹底してやってしまわれたところがすごいですよね。何しろフランスに行ってパリコレをするのに、フランス人に受けようとするような服を作らずに、作らな、まあ戦略的に作らなかったんでしょうけども、はい、まるで違うものを作ってしまったという、はい、まあそこに私はリスペクトを覚えるわけですけれども、はい、なんかこの時代のクリエイターってすごかったんですよっていうことを今日はお伝えしたいなと思います。はい、あとね、黒と白っていうのが、色を限ってしまったことで、逆に素材でこだわると言いますか。はい。まあ服を作る素材って、まあ一言で結構いろんな種類がありますのでね、木綿であったりとか、ギャバジンでしたかね。なんかいろいろ、
朝とかね、まあ、素材によって、あとその処理ですね、処理によってまあシワシワにするとか、あとまあデザインによってこう影が生まれたりとかして、そこであの陰影が生まれ、まあ、素材の違いによって、あとはテクスチャーの新しい造形が生まれっていう、なんかそういうアプローチの仕方がね、すごく彫刻的だと言いますかね、私は思いました。はい、それがね、すごく美しくて、ね、すごくセンスいいんですね。この絵ではちょっととてもじゃないけど、あの表現しきれておりませんけれども、はい。でももう動く彫刻と言いますか、はい。やっぱりな僕はあの時代、やっぱり憧れがあるもんですから、改めてね、20年の時を経て、美術館で改めて見て、思いまして、ああ、素敵だなと、はい、思いました。黒の中にも黒のバリエーションがあるというふうに、川久保玲さんがおっしゃってたそうです。デザイナーの川久保玲さん、まあ女性なんですけどもね、もともとはなんか、なんでしょう、私この方はね、あまりあのメディアに登場されないので、ほとんど知られざるような方なんですけど、まあ今回ちょっと一生懸命調べましたらね、なかなか、やっぱりね、スピリッツと言いますか、しっかりした、考え方のお持ちの方でね、で、なんでしょうね、もうデザイナーといいますか、アーティストですよね、アーティストに近い存在、考え方かなと思うんですけども、やっぱり人と同じものは作らないとか、ね、今まであったものと同じものはやらないとかね、で、常に新しいものを作らないといけないという、で、ファッションでもね、人と同じ格好をして喜んでいる、喜んでいるという感覚は私にはわからないとか。はい、まあ、そういったことをなかなか強い発言をいろいろされておられるようです。はい、やっぱこういうピシッと筋の通った、女性というかデザイナーは私も心惹かれますね。はい、こんな感じかな。はい、やっぱり日本文化という考える中ではこのブランドはすごく外せないなと思いました。何しろ洋服っていうのがね、海外のまあ言ってみたらヨーロッパ人の、着る文化っていうのを日本がそのまま真似てやってきた中で初めてこういう日本的な美意識といいますかね、着物じゃない、しかも着物じゃない洋服で日本的なものを作ったっていうところで私は評価したいなと思います。はい、でもう一人の、でもう一つね、この方80年代に一世を風靡したんですけれども、その後にもう一回お待ちくださいね。また後でもう一回注目される時が来るんですけれども、これが1997年ですね。で、この時にもう一回注目を集めまして、まあ、この名作の服もまたあったんですけどもね、美術館で。私もこれはコレクションの写真でしか見たことないんで、本物を見れてうひょーと思ったんですけども、これ私の絵が下手くそなんじゃなくて、実際にこういうなんか体に不自然なね、ラインができてるんですよ。で、テーマがボディーミーツドレス、ドレスミーツボディーというふうな、はい、タイトルで出されてた1997年の春夏かな、コレクションなんですけれども、もうあれですわ、自分体のラインをもう変えてしまうという、おのずとというようなとんでもないことをやりだして、またね、これ見ただけでやばいでしょ、こんなの。なんかまたこんなやばいことやり始めたこの人っていうような思ったんですけれども、はい。でもやっぱりね、こういう姿勢がすごくね、特に海外では評価、高く評価されている方でして、まあ、日本で先鋭的なデザインをしているデザイナーだというふうに評価されているそうです。はい。でですね、もう一方、私が実はこの方のすごい好きなんですけどもね、山本洋次さんという、デザイナーさんが、ファッションデザイナーさんがいるんですけれども、はい。なんかね、こうすごいダンディーなおじさんなんですけどね、まあ、兄貴と言いたいところなんですけれども、ワイズというブランド、まあ、幼児山本というブランドを持ってはるんですけれども、でこの方もちょうど川久保玲さんと同時期にパリコレでその黒いファッションを展開されていまして、同じく、まあ、黒の衝撃一派というか、日本から来たとんでもないデザイナーみたいな風に捉えられてた方のようです。はい。でですね、で先ほど言いました、私この方の服はね、なんか大変ね、
女性が美しく見えるんですよ。でなんかね不思議なんですけれどもね、確かにアバンギャルドなんですけれどもね、アバンギャルドというのはつまり、今までになかったような形なんですよ。なんですけれども、まあその傾向が特に顕著なのはコムデギャルソンの方で、で幼児山本さんは確かに今まで の西洋のファッションからは逸脱した、まあ、新しい服作りをしてたんですけれども、それでもなおなんかこうちょっとこうロマンチックな感じがするとか、ヨーロッパの古き良きエレガンスを感じるというんですかね、なんかえらいキザな言い方で申し訳ないんですけど、実際に本当にそう思うんですよ。なので、ね、すごく好きだったんです、ワイズが。はい、でワイズはね女性のブランドなんで私は着れませんが、ワイズフォーメンというのがありまして、でワイズフォーメンのコンセプトがまた良くて、そのワイズを着た女性の隣に立って隣に立てる男性の服みたいなコンセプトでね、でこちらもねなんかね古き良きばっかりですけれども、なんかね昔のイタリア映画とかフランス映画に出てくるようなシルエットのスーツなんですね。グッドファーザーとかね、あと何かな、ちょっと名前今すっと出てきませんけれども、ああいうちょっとなんでしょうね、まあ、いかつい感じが、今やちょっといかつい感じもしますけれども、結構ダボっとしたね、まあ、あれも80年代にまた流行ったシルエットの一つではあるんですけどね、なんていうんですかね、こうすごく男がかっこよく見えるシルエットなんですね。でただ幼児さん自体はまあかっこいいだけでなくて、こうちょっと男の悲哀みたいなものを感じさせるようなテーマを持ってありましたね。で一番覚えてるのが、YMO の、衣装なんですね、YMO ってバンドありましたよね、バンドっていうのはユニットがあるんですが、あれが一度再結成した時に幼児山本が、ファッション、衣装を作ったんですけども、テーマがチャップリンだったんですね。でこうすごくチャップリンのテーマっていう、ちょっとチャップリンが着てるのダボっとしたような、で少しこうオーバーサイズでね、なんかこう悲しい、ちょっと悲しおかしみと悲しみを感じるようなね、そういうスーツを3人がね、坂本龍一さんとか細野さんとか着てはったわけですが、でチャップリンというテーマがやっぱりその男の悲しさみたいなのがちょっとね、そういうのをテーマに挙げるところがまあまあまあさすがだなと思ったりして、私は大好きなんですけどね。で、はいはい、でその幼児山本さんは、1989年にビムベンダースという、まあ、当時ね、ああいうミニシアター系の映画が好きだった人はみんな多分見てたと思うんですけども、ね、パリテキサスでしたっけね、まああいう映画監督さんの作品に主演されておりましてね、で幼児山本さんを撮ったがの、なんていうの、ファッションデザイン、ファッションの現場を撮った映画っていうのがあるんですけどね、都市とモードのビデオノートっていう、私もそれよく覚えておりまして、でね、あちらすごくね強烈に覚えてるんですよ、すごく好きでね、あれが、はい、まあ、幼児山本に関してはそういう話になるんですけどもね、なんかね、結構ね、やっぱり母親といいますか、なんか、幼い頃、ね、やっぱちょっと父親早くに亡くして、で女手一つで育てられたんだそうです、まあ、それ映画の中で語ってることなんですけども、で、なんでしょうね、そのお母さんが洋装店を営んでたので、まあ、言ってみたら腰の広子のお母さん、腰の三姉妹のお母さんみたいな感じだと思うんです、まあ一生懸命洋服を作って働きながら息子を育てたんだそうですね。はい、ですので、なんかその自分の母親に対するその追慕みたいなものがなんか服作りにも反映されてるみたいなことをおっしゃってましてね、まあまあよくわかる話で、はい、ですので、こう女性がねすごく美しいと言いますかね、テーマが、自立した女性なんですね。はい、でですので、なんて言いますか、ちょっとお待ちくださいね、またパソコンがはい、ということでね、まあその辺が私も好きな人一員なんですけれども、こう、まあ、新しいスタイルの女性ですよね、を提案しているという、はい、
でもね、ヨウジさん自体はやっぱりあのその時その映画の中でも、なんていうんですかね、昔の20世紀の人間たちっていう、なんか20世紀の、まあ昔のモノクロ写真のね、あの人々、ヨーロッパの人々を撮った写真集をこう見ながらね、こういうこの時代の人たちはみんなあの表情に、なんだかな、表情にこう個性があったり、顔が見えたよねみたいな話をしながらね、なんかそういうところをよく覚えてるんですけれども、やっぱりこう服がなんか既製品じゃなくてもっと個性豊かだった、もう着てる人の、着ている人のなんかね、もうなんですかね、個性と一体になったような服だったみたいなことをおっしゃってた、なんかそういうのを下敷きにしてるんだと思うんですけどもね、はい、なんかそういうのがちゃんとそういうデザインワークに現れておりましてね、そこに心惹かれたんですね、私は。でこれなんかもね、多分まあ、これあの有名な写真を私は模写したんですけれども、これは革手袋で、まあ、少女がね、これ多分、ね、あの男性の、男性のいわゆる労働着を着てるようなイメージだと思うんですよ。だから手も革手袋なんかしてましてね、で、まあ、ひょっとしたら飛行機の整備なんかしてたんじゃないのかなという、あれですね、紅の豚っていう宮崎駿さんのアニメありましたけど、あれで出てくるあの少女みたいな感じですよね。男、女の子だけど、もう男並みに働くみたいなね、はい、まあ、ちょっと生活的にそうせざるを得なかったみたいなところもあるんでしょうけれども、なんかそういうものに対する憧れみたいな、はい、ものが多分ベースにあるんだろうなと思うわけです。はい、だからね、これも、こういうところなんか私もビシビシと感じて好きなんですね。はい、ね、この絵だと、なんだ、結構、イタリアの、なんでしょう、ハイウエストのダボッとした、ね、服なんでしょうね、きっと。はい、それをこう少女着てるみたいなね。はい、でこれですと、結構、マダムですね、フランスの。はい、なんかこう、なんでしょう、ただならぬ貫禄を感じさせるようなね、はい、なんかそういう、なんかイメージが見えてくるんですよね、この方の服っていうのは。はい、で、そうそうそう、YMO で、高橋幸宏さんっていう、方がミュージシャンがいらっしゃいますけれども、あの方となんか大変仲が良かったようで、というか弟分と言いますかね、高橋幸宏さんと言いますと YMO、 あとサディスティックミカバンドとかで、有名なヒゲのおしゃれなおじさんですけれども、あの方もなんか元々は洋服を作ってたりとかいうことがあり、で、山本洋次さんも高橋幸宏さんと組んでバンドを確かしてたんですよ。ビートニックスだったそういう、はい、ギター弾いて歌ってたようです。はい、なんかそんなこともあって、なかなか仲良しでね、ちょっと前も2人で高橋幸宏さんと山本洋次さんNHK でなんか対談を番組をしてたのを見ました。ああ私好きなんでね、あれですね、自分を変えた10曲みたいなのを選んでそれについて投稿するみたいなね、2人出てはりましたけどもね、はい、懐かしい話です。私にしてみたらやっぱ強烈な兄貴世代なんでね、すごく好きなんですよ。で、私はね、私は今年44なんですけどもね、大体20歳ぐらいで20代でまあ社会に出たわけですけど、まあその時もデザイン畑の方にいたわけですが、その時にちょうど、先輩にあたる人たちが、コムデギャルソンとかヨウジ山本が大好きで信奉していたようなところがあってね、なのでまあ私にとってはそういう憧れの兄貴たちの服なんです。はい、なのでね、なんて言いますか、このヨウジ山本さんもね、すごくね、真面目で繊細そうな感性をお持ちなんですけれども、本質的には不良と言いますかね、強烈な不良なんですね。で、そういうのになんかちょっと憧れてしまいますね、私なんかね。はい。で、もう多分、もう御年60代、70代、70代とかですかね、もう、ヨウジさんも、川久保さんもね、はい。それでも多分今でもああいう反骨のスピリットみたいなのがお持ちなんではないかなと思っておりますが、はい、とりあえず憧れのお二人の話を今日はしたいと思いまして、させていただきました。はい、
ブチャラティでありませんよ、これは。はい。なんかね、ブチャラティのモデルなんじゃないかなと、ちょっとこの絵を描きながら私思ったんですけどね。はい。まあ、それはいいとしまして。よいしょ。はい。うん。一旦、お話を、一旦これでちょっとお話を切りたいと思いますが、はい。で、後半は、ちょっと一つブレイクを入れまして、後半は、今度80年代以降ですね。80年代から現在にかけての日本のファッションがどうなったかというところ、まあ、ここはザザッと、ここから私もあのリアル世代ですので、まあ、あの渋谷系からアメカジからって、ね、原宿、浦原、ね、あっちの方に行き、あれですね、アニメ、なんだ、日本ポップカルチャーのとファッションのつながりから、はい、ビューティー&ビーストとかね、はい、それからゼロ世代デザイナーの取り組み、そして現在は、リアルクローズの取り組みとして、まあ、東京ガールズコレクションなんかがありますけれども、海外に売って日本のファッションを売っていこうじゃないかという、輸出していこうというような流れに入っていくというようなお話をしたいと思います。はい、というわけで、はい。というわけで、ちょっとマニアックス、お話がマニアックすぎましたがね。でも、まあ、やっぱり誰かがこの話を伝えないとなと思いますので、なんかぜひ若い皆さんに聞いていただければなぁと思いつつ、はい。これね、これ確か幼児山本ですわ。じゃあ、ワイズかな？あ、幼児山本かな？まあ、古着なんでね、もう随分シルエットがね、80年代はね、肩パッドが入ってて、肩がね、肩のラインっていうのは、特にメンズは大事だったんでね。で、こう、やっぱり言うように、このシワが、ドレープが作る美しさっていうのがね、はい、独特ですね、この時代の。はい。なんか、もう今だとちょっと恥ずかしくて、肩パッド入ってるとね、着れないんですけども、今日はちょっと着てみました。はい。サルルちゃん。はい。新聞紙で作った服を思い出した。ほう。うん、うん、うん。ああ、はい。新聞女さんかな？はい。大阪のアーティストさんね。はい。あの方もね、新聞、大阪でね、新聞紙でファッションを作るっていう現代アーティストさんがいらっしゃいましてね、すごいんですよ。きちんとパターンを切って作ってるんで、本当にドレス、美しいデザインのドレスを作られるんですけども、素材がダイスポとか、トースポとかっていう、はい、ゴシップがバーンって乗ってるような柄の服なんですけども、そこはデザインはかっこいいという、なんかそういう面白い、はい、アーティストさんがね、大阪にいらっしゃいまして、私一遍、よかった、この番組に来てほしいなーっていうかね、夢なんですけどね、その方をお呼びするのが。はい。ちょっとほんまに頑張ってアタックしてみようかな。はい。というところで、はい。では少しね、ブレイクを入れまーす。
先ほどの映像は、少し前にありました、葛上智子先生ね、おなじみの、お呼びしまして、こちらで、中継させていただきました、書と墨絵と映像の、ライブパフォーマンスというやつでございます。はい、ようやくね、アーカイブが、アップされ、公開されましたので、ちょっとショートバージョンを作ってみました。はい、ハイライトですね。はい、よろしく、またよろしければね、リアーズ奈良のサイトの方に、辿っていただきますとアーカイブが上がっておりますので、はい、あれはね、30分ぐらい、本当はある、尺があるんですけれども、桜、4月ぐらいに行ったんですけどもね、桜の映像を私が編集しまして、で、まあ、その映像に合わせて、書家の先生と私で、まあ、書と墨絵をこう、ここに壁に紙を貼りまして、どんどん変えていくというようなことをやりました。はい。なかなかね、ようやく、何度かね、ああいうことやってたんですけど、ようやく、思ったような感じになってきましたね、っていうところまで来ました。はい。またね、続編をやりたいなと思っておりますので、ご期待ください。はい。というところで、はい。あと20分ですね。はいはい。今日はなかなかお話が順調に流れておりますが、はい。もう少しよろしければ、お付き合いくださいませ、サルルちゃん。はい。今日も分かりにくい話でごめんね。はい。ではでは。はい。あとね、後半。あとまた最後に話しようと思ってたんですけどもね。あれですよね、今、フランスで、なんだ、ジャパニー、なんだ、やってますよね、今。ジャパンエキスポね、あれの話も最後にしたいなと、時間があったらしたいなと思っております。はい。あ、先ほどの。はい、先ほど流した映像は、先ほど流した映像は、第15夜ですね、桜桜という、はい。墨と墨絵と映像の小作品。はい。ゲスト、葛上智子さんです。はい。ぜひ見てあげてください。はい。で、お話の続きですが、というのが、映像がないんだ。そうでした。はい。じゃあちょっと戻りましょうかね。戻りながら行きましょうか。でですね、まあそういったデザイナーズブランドが、全盛だった頃が、から時代は下り、で、ね、カラス族とか、言われてた時代、あと、まあ、あと日本が裕福だったんでね、まあ、日本だけなく世界全体が裕福だったもんですから、まあ、そういうデザイナーズブランドっていうものが、はい、よく着られてたわけですが、まあ、そうも言ってられなくなってきましたね、それ以降からね、はい、やっぱりデザインとかね、生産物も全部経済には無縁ではありませんので、はい、でいわゆるね、こういったデザイナーズブランドっていうのは海外では、プレタポルテと言いまして、で、これは高級既製服という、はい、で本来はオートクチュールと言いまして、まあ、仕立ててもらうわけですね。で、昔って言います。つまり、まだ世の中に既製服が、ね、出回ってない頃っていうのは、まあ、洋服、近所の、ね、町の洋服屋さんに行って洋服を仕立ててもらうっていうのが一般的だったそうで、はい、そういうのをオートクチュールという。言うんですが、で60年代に、そうじゃなくて、まあ、デパートとかね、デパートがパッとこう盛り上がった時代、盛り上がったというか、デパートの時代だったもんですから、まあ、大阪だとね、高島屋とかかな、はい、なんだ、大丸とかね、ああいうところに行って、そうすると既製品ですね、既製の服だけど、まあ、流行、今年の流行のデザインがされてるみたいな、まあ、今のやり方と一緒ですね、はい、既製服を着るという、はい、そういったものが入りました。はい。でね、そこから後の時代のね、80年代に入りますと、そこからね、だんだん外れてきまして、ストリートファッションっていうのが大台頭してくるわけです。はい。
でね、ストリートファッションって言いますとね、はい、私がまさにその世代なんですけれども、なんか高校生ぐらいの時にね、渋谷系とか流行ったんですよ。アメカジですね、いわゆる、メンズノンノンですね、はい。アメカジってね、わかりますかね、大阪にもね、アメリカ村っていうのがあったんですけどね、で東京だと渋谷だったようですけれども、そういうアメリカの、なんだ、アメリカの映画に出てくるようなああいう、まあ、カジュアルの服ですね、カジュアル服を、着こなすみたいなのが、流行し、若者の間は流行しまして、それがまあ言ってみたらデザイナーズブランドの黒い服を着てる人たちに対してのカウンターだったわけですけれども、はい、まあ、大体何でしたっけね、アメリカの映画に影響されてみたいなのもあり、で大阪だとね、アメリカ村っていうところで、そういうアメリカから直輸入された、ジージャンとかね、まあ、ジーンズかな、主に、をこうちょっと激しく、まあ、ストリートなんでね、激しく痛めつけたような、着こなして着崩したような形のね、ファッションが入りまして、でね、ちょうどね、80年代はね、渋谷系というのがいたんですって、ね、渋谷のチーマーでしたっけ、はい、懐かしいですね、夜な夜なね、徒党を組んで悪いことをしてたのかどうかちょっとわからないですけど、なんかそういうのいたんですよ、そういう人たちが、はい、70年代はタケノコ族ですかね、はい、あの辺の話もちょっとね、私もちょっと掘り下げていつかこの番組でしたいなと思ってるんですけどもね、どちらにしろ興味深いところではあります。はい、でそういったことがありまして、その、まあ、自由カジュアルな服を着るようになってきたんですね。でデザイナーズブランドの中で動きでもそういった、ストリートの動きを取り出すようなデザイナーが人気を集めるようになりまして、有名なところでアンダーカバー、あとベーシングエイプですね、はい、で拠点になりました原宿の、裏手にあたるんですかね、裏原宿系みたいな名称も懐かしいですね、あったんですね、大体あれに90年代ですかね、私もね何回か東京行ったらおのぼりさん状態で行ったことあるんですけど、すごく分かりにくいところに裏路地にどん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 入っていたところに、なんかすごく、マニアックな洋服屋さんがいくつもあったりしてね、はいはい、ああいう時代でしたね。であの頃はね、やっぱりかっこいい服っていうのはそうあんまりなかったんじゃないですけど、やっぱ手に入りにくかったんで、ちょっと頑張らなかったらいけなかった時代だったような気がします。はい、今みたいに近所のデパートで服を着たら買ったら目も当てられないみたいな、はい、時代だったような気がするので、なんかわざわざその服着たらダサいというふう、烙印を押されてしまうので、わざわざ大阪とかね、まあ、都会に出かけていって、そういうまあ、それほど 今ほど、ね、情報が出回ってないので、まあ、友達から聞いたりとか、そうおしゃれな人から聞いたりして、どこそこに行ったら店でいいのがあるぜみたいなことを聞きつけて、なんか買いに行ったりしてたような記憶があります。はい、そんな時代でした。輸入品とかが多かったんですかね、はい、っていうのが超えて、で2000年初頭になりますと、日本初ポップカルチャーみたいな、ものに強い影響を受けた、東京原宿ファッションというのが出てくるそうです。でこれは僕はあまりよく知らないんですけど、先ほどのね、日本ファッションフレンドコの連続という、ところでは紹介されてたので、ところによりますとね、だいたいファッションショーに、アニメとか特撮の着ぐるみが出てきたりとか、まあ、ショーがすごく派手で、まあ、レスラーとかね、サーカスの団員とかが出てきたり、で今でいうコスプレですね、アニメの、なんかな、エヴァンゲリオンとかのね、とかガンダムのコスプレをした人たちがそのファッションショーにそのファッションとして登場するっていうような、はい、そんなことをしてたり、あとね、秋葉原はね、多分2000年代からね、その前後ぐらいからがぜん注目を集めまして、で昔はね、私はそれ以前はどちらかというと電気街だったんですけどね、そうなんですよ、日本の日本橋も電気屋さんの集まりでしかなかったんで、パソコンの街だと僕もずっと思ってたんですけど、そこから多分2000年ぐらいから今のああいうちょっとカルチャーを感じさせるような地域になっていきましてね、で、まあ、なんかそういうことがあって、そういう若手のファッションデザイナーが秋葉原でアイドルと、その地元のアイドルとコラボレーションした、ファッションショーを行ったりとか
していたというのを事例をなんか紹介されてました。なかなか映像が衝撃的でしたけどね。実際にその美術館で見たんですけどね、代表的なブランドがビューティー&ビースト、ネネットで、ミキオ・サカベ、それから中川正宏&リカという、これがね、なんとか、これもなんかファッションネームが、数字の羅列なんで、ちょっととても言えないんですけどね。はい。今ちょっと乾さんが不思議な動きをしてたんで、何かなと思ったら、蚊が入り込んでおりました。はい。まあそんなことがあったんでね、日本のファッション界もどんどん変わっていくんですよ。はい。まあやっぱりファッションが何が面白いかっていうと、やっぱり常に時代を先取りしていくっていうところですよね。はい。うん。そこが、それイコールファッションなんですよね。はい。だから、常に昔から興味があるんです。はい。ただ、ファッションもお金がかかる。大変です。大変なんですよ。でね、何がすごいかと言いますとね、ファッションの、展覧会の中でも取り上げられていたんですけれどもね、そういうファッションブランドにハマった人たちの、生態を、掴んだというのをお届けして、紹介する写真家がいるんですね。はい、お待ちください。ね、ネットの方でも今回は見れると思うんですけども、つまりもうブランドにはまったら大変じゃないですか。お金もかかるけど、それにドハマりした人たちね、そういった人のお家に行くとね、もう部屋なのか倉庫なのかわからないっていうぐらい洋服が溢れているというような、そういう現代的な、人たちをね、写真集として集めてはる方が、出版されている方がいらっしゃいましてね、木倒れ北条記という鈴木恭一さんという方がの、本がというか、そういう写真をいろいろ、この方がそういったファッションオタクといいますか、気倒れな人たちのこう生態をこのように写真で集めてはるんですけど、これは展覧会でね、こういう風にやってるものをちょっと紹介しますね。これアナスイ、はい、ズッカもうショップの店員さんであったりとか、本当にマニアなんで、マニアの人がね、もう給料を全額つぎ込んで、どんどん、まあ、借金までして、はい、服を買い集めるというような、そういう人たちの生態、お部屋を写真を集めたというようなやつなんですけどね。プラニエスベル、グッチ、まあ、高級ブランドになるともうやばいですね。はい、ツモリチカト、はい、ペトウス、はい、ナイキスニーカーオタクとかね。はい、木倒れ北条記って、まあうまいことつけましたね、名前もね。はい、まあすごかったですね。でこの方々の皆さんのコメントなんかも、はい、まあ、美術館にね、写真とコメントが載せられてたんですけども、はい、読んでるとなんかちょっと 胸が熱くなりましたね。はい、私もね、こう、まあまあ、なんでしょう、一応まだ 今みたいなね、貧乏絵描きになる前は、それなりに洋服につぎ込んだりしましたけれども、まあ、しかし、ここまではね、とんでもないですよね。でも、これもすごく現代的な一面なのか、側面なのかなとは思いました。はい。でですね、現代に注目されているのは、リアルクローズというものに話をいくんですけれども、はい。あと、まあ、現在はね、そういった奇抜なデザインではなくて、一般庶民でも、まあ、手が出るよというような、購買可能な価格帯にあるファッションで、よりファッション性の高い既製服をリアルクローズ、現実性のある服というようになりました。ということで、まあ、どうしてもね、デザイナーズブランドとなりますと、一般的に着る、会社に着ていくにはちょっと厳しい。まあ、普通に生活するにもちょっと、なかなか大変というような、よっぽどのマニアだったら、好きだったらもうそれこそ我が命みたいに。なるんだと思うんですけどもね、なかなか、普通の人はね、やっぱり、若い子だったらね、何よりモテることが大事だったりするのが本音だったりしますのでね、まあ、よくわかる話ですけれども、
はい、女の子だったら可愛い、可愛く見えるとかね、まずものすごく大事なポイントだと思いますんでね、はい、でそういったところにニーズにかなっているものがいわゆるリアルクローズというもの呼ばれるもので、あとねファストファッションとかありますよね今ね、はい、で東京ガールズコレクションっていうんですかね、はい、なんか名前はよく聞きますけれども、あれは、ファッシいわゆる女の子が等身大で可愛いと思うような、服をのブランドと、あと芸能人さんとかね、そういうのファッションリーダーが集まってそういう大きなイベントごとをやってると。だからファッションが好きな人たちの今のイベントとしては、はい、いいんじゃないでしょうかね。あ、コメント、はい、女性ですかと、はい、ガールズ、東京ガールズコレクションはそうですね、もうほぼ女性だと思いますね、はい、男だったら何があるんでしょうかね。ちょっとあまり存じ上げないんですが、私最近あまりファッションは、現役ではないので、またよかったら教えてください。ただね、日本のリアルクローズを世界へというスローガンで結構話題を集めてるそうで、で外務省が例のクールジャパン推進の、要である外務省が投資をしているそうですね、こういった動きに対して。ですので、まあどちらかというとヨーロッパだけじゃなくて、まあアジアかな、多分とかかな、まあ日本のファッションをいいって言ってくれるような人たちに海外に向けて輸出していく、いこうというようなことだと思いますので、若い人の集まりですか、だと思います、はい。なんかね、あ、ちょっと出してみましょうか。ありましたよ、確か。ちょっと待ちよ。こっちはすごいですけどね。よいしょ。東京ガールズコレクション。じゃん。サイトですが、まあ若そうですね。僕は言葉で説明するよりも、サイトを見ていただいた方が。はい。多分、いわゆる若い子のファッションリーダーさんが集まってるんじゃないですかね、きっと。はい。ブランドなんかも私聞いても全部わからないですけどね。はい。あとなんか元気があるのは、あとギャル系ですかね。あまりよくわからないですけど、渋谷109でしたっけ。はい。あの辺はなんか話題になったりするんで、今元気があるのはそういうところになるんですかね。はい。あと犬さんがなんかえらい詳しかったみたいで、東京以外にもあるよっておっしゃってましたけども、神戸とか大阪も展開してるんですね。大阪ガールズコレクションとかかな。はい。こんな感じでございます。はい。でもやっぱりね、女の子にしてみたら可愛くて元気が出るっていうのが何より大事なんでしょうね。はい。はい。ああ、もう3分になりましたね。はい。それでは。今日はそんな感じでございました。はい、20歳代の人たち、はい、そうですね。はい、やっぱりファッションっていうのは常に若い人たちのもんですからね。はい、そうなんです。でもね、我々の世代はやっぱりね、ファッションの洗礼を受けた世代なんで、世代は変わっても年なりのファッションを楽し、おしゃれを楽しんでいきたいなとは思いますが、はい、ね、やっぱりおしゃれをかけなくなっちゃうと一気に吹き込んでいきますからね。はい。頑張りましょう、皆さん。同世代。はい。で、もう一つね、今日話題として、ジャパンエキスポがちょうどやってますね、っていう。はい。そうですよ。何通りしていただいたのかな？はい。ね、ジャパンエキスポ今やってますね。ちょうど、7月の5日間かな、フランスで。はい。行われておりますが、あれがね、日本文化を紹介するというような、はい、フランスで起きている大きなイベントなんですけれども、結構、ほぼ話題になるのが、いわゆる、なんだ、アニメのコスプレかな。コスプレ、アメリカ人、フランス人がとにかくコスプレが大好きでっていう、ああいう文化を、なんかそれがもう目玉みたいになってますね。もともとはそれだけ、もちろんそれだけではないんですけどね、伝統文化の紹介なんかもされてるわけですけど、やっぱり人気を集めるのは、はい、そういうものだと思いますが、はい、コメントが、はいはい、アナチも
除雪ですか。いや、なんでしょう。私は剛でございます。一応男性でございます。はい。ですね。ということで、よろしかったですか。誰だ、くまモンと、で、なんだっけ、ふなっしーが話題になってましたけれども、私ね、ふなっしーはあまりよく知らなかったんですけどもね、すごいですね、ふなっしー。あんな過激なパフォーマンスすると僕知らなかったんでね、うん、なんかかっちょよかったですね。ただね、ニュースによりますと、ふなっしーはフランスではドン引きされてるということなんですが、ただ可愛いだけじゃなくて、ちょっと過激なところがあるキャラクターなんですね、あいつね。だから、私としてはね、頑張ってほしいなと言いますか。はい。なんでしょう。いいですね、過激な感じが。やっぱ、ゆるキャラの裾野を広げていくという意味でね。はい。面白い存在だなと思いますが。はい。ということで、もうそろそろ、お時間でございますが。はい。ジャパンエキスポの話もね、また、できればと思うんですが、はい。ただ来週は、そう、来週の予告ですが、来週は、お祭りの話をしたいと思います。はい。日本の祭りと題しまして、実は京都の、祇園祭りが近いですので、はい。祇園祭りのお話を、ご紹介したいなと思っております。そしてもう一つね、私がご紹介できる、ものですと、なんだ、徳島の阿波踊りですね。なんかその辺の話をして、夏の日本文化についてお届けしたいと思います。はい。というところで、今日はもう時間通りに終われそうなんで、このまま終われますかね。はい。サルちゃんどうもありがとうございました。寝ました。嘘。いや。まあ。はい。来月は、おう。漫画終わっちゃいました。はい。ニコニコ生放送の皆さんどうもありがとうございました。というわけで、じゃあ決めポーズで今週も終わりたいと思います。はい、それでいきます。どうも皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。それではシーパイゴーゴーゴー